お待たせいたしました。さあ、これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側大鵬、三塁側瀬山。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。さあ、甲子園の切符をかけた初戦、プレイボールです。大鵬先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッターは3年生岡山カタパルト中山。高めボール球打った、鈍いゴロ、一塁送球アウト。大鵬なおもチャンス。大鵬リードで迎え、真ん中空振り三振。大鵬追加点のチャンス。いいバッティングを見せました。大鵬なお三振。瀬山追う展開で向く。外のボール引っ掛けた、取って、これで3アウトチェンジ。大鵬リードで向く。ショート右への打球アウト。これで2アウト、ランナーありません。瀬谷追う展開、打ちました、ファースト左へのライナー、これで1アウト、ランナーは2塁変わりません。キャッチャーこいつ、そして今拾い直した。ワンアウトランナー三塁に変わります。大鵬ここで前進守備を敷きます。来ました、三遊間の打球、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは三塁変わりません。さあ、これで2アウトランナー1塁。さあ、追加点のチャンス、打ちました、切れていきます、ファール。変化球空振り三振。6回までが終了しまして、5
大砲。ここはなん、空振り三振。三振に切って取りました。大砲リードで、さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。打ちました、破った、田原三塁を狙う、坂口ナイスバッティングです。今日は中山君、さあ地方大会の生の空味方につけるのか。一塁タッチセーフ、初球から打ってった、抜けた、斉藤光一、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、大砲1点入りました。バックホーム間に合うかどうか、大砲2点入りました。7対2、ここまで2安打の、さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。拾った、アウト、上野いい当たりでしたがショート正面でした。キャッチャー取れない、そして今拾い直した、ワンアウトランナー三塁に変わります。津山ここで前進守備を敷きます。来ました、三塁ランナーホームに、あっと弾いた、取れない、8対2、バッターは1年生、さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打った、破った、掴んだ、ピッチャーから1塁送球、アウト、ツーアウトランナー2塁に変わります。ランナー1人を置いて迎えるバッターは田淵、今日はここまで3打数1安打。抜けた、斉藤後ろにしました、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、大砲この回4点目、9対2コールド勝ち。大砲まずは初戦突破です。田淵サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。